高校の時から得意科目は生物だったこともあって、大学では遺伝学やバイオテクノロジーについて学びたいと思っていました。大学ではいい意味で時間的な縛りがない、つまり自由という部分が高校の頃とは違う点だと思います。専門外のセミナーに参加したり、海外に語学研修に行ったりと、自分がやりたいことを自分で決めて毎日を充実させることができる、それが大学生活の一番の醍醐味なんじゃないかと僕は思います。今私は線虫という体長1ミリメートル余りの遺伝学的解析技術が確立されている小さな虫を使った老化研究の実験を行っています。線虫の餌にある種の不飽和脂肪酸に含まれる成分を添加すると寿命が伸びるということを示唆する研究結果が得られ、人の健康と寿命に関わりがあるといった実験は大変興味深く、この実験を続けることで生活習慣病のいろいろな部分が明らかにしていけるんじゃないかと私は思っています。彼はですね、非常に明るくて、前向きな学生です。で、今はまだ3年生なので、今後研究室に入ってきて卒業研究をするということになりますけども、他の学生のリーダー的存在で、みんなをまとめていくだろうなという期待が持てる、そういう学生です。私はこの学科での学びを生かし、将来製薬会社で働きたいと思っています。この崇城大学で培った知識や技能を生かし、新薬の開発や既存の薬を改善していくといった職種につけるよう、これからも毎日頑張っていきたいと思います。